はい、今回は6本爪アイゼンの使用方法について説明をしていきます。まずバニーの6本爪アイゼンなんですが、樹脂パーツの方を、使用前必ず確認をしてください。樹脂パーツにひび割れだとか、亀裂だとかが入っていないかどうか、まずはしっかりと確認をしてください。アイゼンの性格上、使用中に、壊れたりすると、事故につながりかねないので、必ずこれは使用する前に確認をしてください。アイゼンの方、向きが決まっています。必ずこう締める方のバックルが外側に来るような形で、配置してください。右と左が決まっています。また使用できる、靴が決まっています。必ずこうヒールピースがあるものですね。段差が1センチ以上あるような、シューズを、使用してください。では具体的な方法に入っていきます。シューズをまず、アイゼンの上に乗せてもらいます。でヒールピースですね、立ち上げていただいて、まずはかかと側を仮止めするような形になります。しっかりとかかとが上に上がるような形のを確認してもらってから、仮止めします。で次にフロント側のピースですね、こちらをはめていきます。でレバーなんですが、紐がついている方が、締める方のレバーになります。こちらをこう紐を引き上げてもらうような形でカチカチカチと、だん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 締まっていくと思います。で足が痛くならない程度までしっかりと締めてください。で最後にヒールがですね、もう一回しっかりとヒールピースが上に上がっているかどうか確認してもらった後に、同じようにレバーを引き上げていただいて締め付けてもらいます。で最後、アイゼンとシューズの間に隙間がないのを確認してもらってから、これで完成です。では今度は、脱着方法ですね。先ほど締めていただいたのとは反対側のレバーがリリース側のレバーになります。靴の内側ですね、こちらの方がリリース側のレバーです。これ上にこう引き上がるとリリースできるようになっているので、引き上げていただいてテープを抜いてもらえれば簡単に外すことができます。で最後、収納する際は、必ずこうアイゼンが乾燥しているのを確認してから、収納するようにしてください。